公益港は公益の形態、共同体の外部との交渉を行う制度であり、物理的な場所でもある。公益港は国際市場が成立する以前の普遍的な公益制度とされる。地理的には海岸、砂漠、川口、平原と山岳など生態学的に異なる地域の境界に多く、内陸にも存在する。 公益校が生まれる理由としては、経済的行政管理の必要、政治的中立性の維持、輸送の便の3つが挙げられる。取引は、市場メカニズムによる価格競争を通してではなく、行政管理的に処理される。公益校での公益は、沈黙公益よりも大規模なものとされる。沈黙公益は2つの共同体が参加するものだったが、公益校には、 多数の共同体が参加できる。政治的中立性が重要とされ、敵国人の安全を保障する場合もある。例えばマンプル氏の主張アタビアは、首都ガンバガが公益で栄えると戦として、ガンバガを自治に委ねたとされる。一方、公益港を政治的に支配しようとした場合は、衰退することがあり、エルナン・コルテスがアカランを支配しようとした事例がそれに当たる。共同体は、 公益港を分離した扱い、外部からの影響が及ぼないようにする。こうした特徴のため共同体の内部とは異なる。貨幣が用いられ、専門の対外公益者が参加する。対外公益者としては、メソポタミアのタムカルム、古代ギリシアのエンポロス、アステカのポチテカなどが知られている。公益港の中には、ルーアンやドレスタットのように国際的な市場の近くに、 地域の市場が開かれている土地もあった。そのような場合は国際市場と地域市場とは空間が区別されていた。遺跡が確認できる古代の交易港としてはメソポタミアのカルム、シリアのパルミラ、ウガリとフェニキアのシドンとティルス、古代ギリシャのエンポリウム、北ヨーロッパのビッグなどがある。マックス・ウェーバーは古代ギリシアにおいて 外来承認を保護したものであるプロクセニーについて論じ、これに対応するものとして中世ヨーロッパの主人権を挙げた。中国では超高貿易によって周辺国を服属させ、明、清の時代には各地の公益港に支配士を置いて管理公益を行った。広州市、泉州市などが挙げられる。インド洋のシャーバンダル制度も支配士と同様に、 公益公正度の一種とされる。イスラーム世界では、外来公益者と地元公益者が客人と主人の関係を結び、客人は現地社会と接触せずに主人に取引を任せる形態も存在した。内陸において公益公正度を持った都市として、キャラバント市であるカンダハール、イスファハン、サハラ公益のトンブクトゥなどがある。中世日本の長崎では、 トライ商人と日本商人は死が立つ日以外の接触が禁じられ、ポルトガル商人は船宿の保護下に置かれて内町に住み、日本商人は外町に住んだ。同様の分割は平戸、横瀬裏にも見られた。その他、アステカトプトゥン人が交易を行ったシカランコ、ダホメ王国が奴隷貿易に用いたウィダー、フェルナンド・ポーシマ、モガディシュなどが知られている。 ありがとうございます。